霊夢と、マリサの、スリーガンダム解説動画。みなさんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回からはいよいよ聖騎兵物語の続編である、飛行神伝説編について解説してくのぜ。完全に地続きの話なんだね。そう、物語は前回と同じく、再びダバード王国で繰り広げられるな。ダバード災難が続くねー。ガンレックスがルーンレックスを倒して3年が経過した頃、エギーユを率いるネオジオン族、テラーズ軍が、スダドアカワールドを支配しようと、各地の侵略を開始していた。やっぱりまだネオジオン滅びてなかったのね。モチーフは見てもらってわかる通り、0083のエギーユ・デラーズだな。うん、まあ特徴出てるよね。頭部とかねー。敵のデラーズ軍はやはり、デラーズフリートがモチーフだな。ガトーはもう前回、シーマと一緒に出ちゃってたね。そのデラーズ軍の侵攻に対して、ニナ女王は再びダバード王国で、軍備の増強を進めていた。3年経ってもこの二人は相変わらずそうだねー。そのダバード軍の中心となっているのはやはり、前作の主役でもあるバーサルナイトガンダム GP-01。3年経て成長したのか、HP は7000から10000、2000に大幅パワーアップ。おお、あの新米騎士が、リリシク立派に成長したねー。前回の戦いでガンレックスを失ってしまったため、今回は C ブックの制作した騎兵、グランレックスに乗って戦う。MP も13万と結構あるため、そこそこ強い。かつての、エビル騎兵ダークタイラントと同じレベルのものまで作れるようになったのはすごいね。あと今回は最初からナイトガンダム GP-03 と、装甲馬車オーキスが登場する。騎兵じゃないので、HP15 万、5000と個人勢としては最強だな。最初からこれほど強い仲間がいてくれるのは、本当に心強いね。次に竜巻騎士ウィンディゼータという、おそらくガンダム一族の騎士。HP は7500あり、ゼータプラス AH 型というアムロ専用機がモチーフ。円卓にもいたゼータプラスの親戚かな？対空騎兵ディジェアムという、やはり C ブック製作の、空飛ぶ専用騎兵に乗って戦う。MP は7万、5000あり、モチーフはディジェだな。とうとう騎兵も空を飛べるようになったか。しかもグランレックスもだけど、C ブックがまた作ってるのか。ちなみにこのディジェアムの裏モチーフは、ジャイアントロボだな。確かによく見るとデザインや色合いがそっくりだ。で C ブックは前哨から、機械工の見習いとして頑張っていたんだけど、今回からやはり自ら制作した騎兵、バーロンディアスという、ダバード史上初の飛行能力を有す騎兵に自ら乗って戦う。モチーフはリックディアスであり、MP3 万でそこそこ強い。3年経って C ブックもついに一人前になって、自分で騎兵乗れるようになったのね。あと同じく人間族である、召喚士ルー？ダバード王国に使える召喚士で、様々な精霊を召喚することができる。モチーフは当然、ダブルゼータのルールカだな。やっぱりルールカちゃん、最高のヒロインだね。そんな彼女が召喚したのが、この精霊スピリットガイスト。炎の精霊であり、その豪華で敵を焼き尽くす。MP5000 の精霊を操れるとは、召喚士ルー？かなり強いね。あと騎兵に乗らない部隊として、剣士ジムカスタム。GP01 率いる、ダバード騎士団の剣士部隊。HP は800と非力ではあるが、馬に乗った機動力を活かして戦う。GP-01 も、ついに自分の部隊を持つまでになったのね。戦士ロックガンタンク、HP500。ガンタンク R44 モチーフの、パワーファイターだな。円卓だと僧侶だったけど、今回は戦士系なのね。兵士ジムレノン、HP200 の下級兵士。槍を武器として、数を頼りに街を死守している。いつもの増量部隊ね。とこのように、部隊の準備を着々と進めていたダバード軍。そんなある日に GP-01 が出会ったのが、今作の主人公であるミステリーナイト、ネオガンダム。シルエットフォーミュラ91に登場した、ネオガンダムに号機がモチーフだな。ミステリーナイトというだけあって、鎧の模様がなんとも独特だね。実はこのネオガンダムは全ての記憶を失っており、そのせいか HP も2000プラスアルファと、実力はありながらも未知数。記憶喪失の主人公とか、ナイトガンダム以来だねー。そんなネオガンダムを狙ってついにデラーズ軍が、天空魔女ゲルニカと共に侵攻を開始してきた。デラーズは国を持っていないため、この空に浮かぶ城が本拠地となっている。自分たちの城ごと攻めてこれるのは、かなりの強みだねー。
そのゲルニカと共に地上からは、新興要塞グランザムが迫る。ネオジオン族の陸戦用戦艦で、MP は7000。モチーフはグランザムという、ゲームに出る予定だった超大型モビルアーマー。空からはゲルニカで、地上からはこんな巨大要塞が攻めてくるとかヤバすぎる。そのグランザムで地上部隊の指揮を取るのは、ナイトマシュマー。モチーフは見た通りに、ダブルデータのマシュマーゼロだな。そのためかハンマハンマの鎧を着ていて、HP800。そういえば今までマシュマー出てなかったのね。こんなところで出てくるとは。グランザムからそのマシュマーの指揮のもとに、次々と敵が出現してくる。モンスターボリノークマミー、HP は570。ダンジョンで出現するミイラで、複数体で襲いかかってくる。なぜボリノーク様あんなんだろ？モンスタージャムルワインダー、HP は610。大蛇のモンスターで、強大な胴体を巻きつけようと襲ってくる。ヘビ系のモンスターも毎回で定番化してきたね。モンスターバンシーキュベレー、HP は780。鉱山に生息するさまよえる呪縛霊で、強力な呪いで攻めてくる。モンスターというか、妖怪の類だ猫や。モンスターウィングズサ、HP は1430。空軍に所属する高等モンスターで、上空から槍を落として攻めてくる。高等モンスターというだけあって複数いるのに、HP なかなか高いね。モンスターナイトアッザム、HP は2000と強力。実はかつてのスライムアッザムたちが、騎士の鎧で身を固めた姿。あの雑魚モンスターのアッザムが、こんなに強くなるとは。リベンジモンス、呪術師メッサーラ、HP4600。かつて石の城で倒された呪術師メッサーラが、ネオジオン族の魔力により重化再生した。おお、あの時のメッサーラね、懐かしい。復活したけどだいぶ知能下がってそうね。リベンジモンスナイトゲルググ、HP3200。やはりかつてジオンブラック城で倒された騎士ゲルググが同じく魔力により重化再生した。ジオンを名乗ってるだけあって、かつての懐かしいキャラが出てくるのが面白いね。戦士ゲルググマリーネ、HP6400。戦士の中でもかなりの実力を誇る。まだ最初の章の割に、かなり HP 高いね。爆裂投資ギラ動画、HP6500。火薬を扱い、敵味方や、自分も巻き添えに爆発しようとする危ないやつ。爆裂投資ってそういうことかよ。ナイトグフトライ、HP2900。対して強くないが自信家で、やたら挑発してくるやつ。モチーフは MSV の、グフ試作実験機というドムのデータ収集機の機体のため、グフとドムの中間のような見た目。なるほど、それでドムに似てるのね。で当然敵は騎士やモンスターばかりではないな。高火器ヘイドラージェ、MP7 万で、対空機ヘイディジェアムともほぼ互角な上に、これで量産機なのが厄介。空を飛べる上に量産機って、相変わらずネオジオン脅威のメカニズムだね。飛行機兵ストンプアジール、MP14 万を誇っており、単体でもグランレックス以上の能力を持ち、当然飛行できる。こんなん絶対勝ち目ないやつやん。特攻機兵ゲマーク、MP3 万、5000で、捨て身で敵の陣地に飛び込んでくるまさに特攻野郎。こんな巨体で特攻してくるのか、ネオジオンヤバすぎるね。これらでラーズの騎兵を、天空戦ペール軍とが後方支援のために、背後から訪問で狙ってくる。モチーフは WOAT3 の、無彩型戦艦のペール軍と、MP は1万ほどだが、複数艦存在している。後方支援の戦艦まで量産化してるのか、これ勝てるのかな。これらの騎兵軍団だけでも、正直ダバード軍に勝ち目は非常に薄いんだけど、ここへさらに、絶望的な強さを誇る敵が参戦してくる。ジューマ騎士アトミックガンダム、MP8700。今や完全にネオジオンの騎士で、デラーズ軍の重心となっている。そうか、こいつが残ってたのか、やっぱりあの程度じゃ死なないよね。でもなんか弱体化してる感じだから、これなら倒せそう。ところがどっこい、魔力により騎兵並みの大きさに巨大化し、大魔騎士アトミックガンダムとなってさらなるパワーアップを果たす。ギエー、そんなバカなことが、弱体化どころか、さらに凶悪、凶暴化してるじゃないか。最強の敵の出現に、当然ここで GP-01 が果敢に挑んでいくが、その力の差は歴然であった。かつての相棒がここまで変貌してしまうとは、ショックだろうね。GP-01 の奮闘も虚しく、グランレックスは特に活躍もなく、あっけなく破壊されてしまう。やっぱりガンレックスじゃないと無理か。圧倒的不利な状況に追い込まれて絶望的なダバード軍。
しかしその時、ネオガンダムが心の奥底に浮かんだ、エルガイアーという名を叫んだ。するとどこからともなく、紅の神秘兵エルガイアーが現れた。おお、これが今回の主役兵のエルガイアーなのね。めっちゃかっこいい。まだネオの記憶が戻っていないため、MP は20万プラスアルファ。それでも最強のアトミックガンダムより強い。そう、そのプラスアルファ分によってエルガイアーの方が力が勝っており、見事アトミックガンダムを撃退。おお、さすが今作の主役期待。やったぜ。アトミックがやられたことでフリと悟ったか、ゲルニカが去っていってひとまず危機を脱することができた。ネオとエルガイアーがいなかったら、絶対勝てなかったね。そんなネオたちを遠くから見つめる、一人の謎の騎士の姿があった。一体何なんだこの騎士は。その正体や目的については、自称以降で解説していくことになるな。というところで今回は短いかもだけど、ここまでにするのぜ。それではまたー。